今まで聞いてきた AI とかロボットはインタラクティブといってもどちらかというと、指示をする側される側が明確に分かれているものが多かったと思うんですけれども、今日見せていただいたものはかなり、双方向コミュニケーションができていて、なんかこう感情的な愛着が生まれるような内容だったのですごく面白いと思いました。ありがとうございます。The demo videos were really interesting. It's amazing to see a virtual human agent in action, being able to interact with a human, and go seamlessly from a mobile phone to a projection screen to a television. Like, I'm really impressed. So I wish them a lot of luck, and yeah, I'm excited to see what's happening in the future for them. 宇賀の石です。今日はバーチャルヒューマン Born from Connectome。っていうテーマで、スタンフォード大学で講義することができました。で、我々が考えていたそのビジョンとかテクノロジーについて、そうです、スタンフォードで、皆さんの意見を聞くことができて、で反応も非常に大きくありまして、非常に貴重だったと思います。で、特にこういう、最新テクノロジーを組み合わせているっていうところが大きな特徴だと思いますし、これによって、よりちょっとこう修正しなきゃいけないとか、それも分かってきたので、今後に、生かしたいと思います。クーバーのチーフブロックチェーンアーキテクトの石黒です。今日はスタンフォードで、講義ということだったんですけども、かなり、高レベルな会話をしていまして、講義をしていまして、バーチャルヒューマンエージェントからそのエージェントが、実現した時にですね、どうやってそのエージェントを信頼するかっていうのをブロックチェーンと AI を交えて会話したんですけども、非常に、参加者の方たちもですね、興味を持っていただいたみたいで、質問がどんどん飛んできてですね、またその質問内容がかなり的を得てるというか、本当にこう実現した後に心配するような質問だったりとかだったので、なんか理解していただいたみたいですごい良かったです。